境川村は山梨県南東部に位置した東八代群の村である。2004年10月12日に東山梨郡春日井町と東八代群四町と共に合併し、笛吹市となった。県中央部、甲府盆地の南園に位置する。盆地南園に広がる曽根丘陵の東端にあたり、村域中央部が丘陵地域で北部は笛吹川支流の洗上地からなる。 平坦地、南部は三坂山地に属する山間地域。そげき有料地域や戦場地域は、旧石器時代からの遺跡が分布しており、村域でも、旧石器時代のナイフ石器や戦闘機などの遺物が見られ、縄文時代の遺跡も、早期、前期から出現する。中でも前期の寺大来石、諏訪寺遺跡をはじめ、県内で遺跡数が飛躍的に増加する中期に至ると、 重要文化財に指定されている関係の良質な土器類や土偶など,など豊富な遺物が出土している位置の沢遺跡や京原遺跡など一括した資料が出土している遺跡が充実しているが中期以降は激減する。弥生時代の遺跡も見られないが、曽根丘陵では東山地域において東海地方の影響を受けた弥生後期の法径周行母軍が分布する上の平遺跡が出現し、 古墳時代前期には、東山、米倉山地域において、前期古墳が展開し4世紀後半の、海鳥静か古墳の出現に至るが、村域でも弥生終末期から、古墳前期には、住居跡や法径集公母群が見られ、古墳の造営は、柔道勢力が衰退した5世紀以降に、集中しており、この時期の集落遺跡も点在している。なら、平安時代の集落遺跡も見られ、 大地の斜面地形を利用した、丹野以降安駅駒跡も見られる。中世には、源の乗り木を、清光の子孫が開元寺として、甲府盆地の各地へ進出する。甲府盆地によれば、清光の子である、曽根岩尾村が、現在の甲府市場、曽根、下曽根地域を本拠とし、根域にも、勢力を及ぼしていたと考えられており、寺尾の諏訪南宮大神社は、 受英年間に、玄武が創建し、その子孫が造営に携わったという。また、海の国史によれば、武田信光の子である朝信、信次の兄弟は孫行を本拠とし、朝信は黒坂、信次は石橋を本拠とし、それぞれ黒坂し、石橋氏の祖となったという。石橋付近には、石橋の八幡神社随心造帝の大英三年6月21日の、名文に、 唯一の所見が見られる、石橋層が存在している。東鏡兼任人元年6月29日上によれば、同年に、越後国の上助森が反逆により捕獲されると、会、源氏の一族で、中央市アサリを本拠とした、アサリヨシエは将軍、源頼家に願い、助森のおばである坂岳御前を妻にしたという。このため、小黒坂には、 坂岳御前の墓と伝わる坂岳塚がある。室町時代には、海守後武田氏との関係を示す伝承が見られ、王英二年には、黒坂の光が、大黒坂に所在する、西王寺に寺療を寄進しており、この人物は、海守後武田の光と同一人物であるとする説がある。また、海の国史によれば、法徳二年には、海守後武田の武が、 黒坂太郎を襲撃するが、穴山泉守による反撃で自害したという。戦国時代には、武田氏の家中で内向が発生し、勝山紀一連寺加古町によれば、永正五年には、改守後、武田信虎がおじにあたる油川信枝を撃破し、新への北海渡縄美をはじめとする、新へ方の大半が戦死したという。海の国史では、この合戦が行われた場所を、 村域の棒が峰としている。主要産業は農業であるが、明治期には養蚕が普及したため給料地域を中心に、畑作から転換し、創始も成立する。戦後には、県内でも養蚕が衰退し、野菜、果樹栽培を中心とした、近郊農業が行われている。大日本特農家名館によれば、境川村の特農家は、宇佐見始めたから、岡特造。 中村熊次郎、大久保道三郎、山本一毛、切ったはじめきなどである、飯田だなこつ、ありがとうございます。